ボーダーズの店舗ミシガン州、アナーバーの本店ボーダーズグループは、アメリカ合衆国ミシガン州、アナーバーに、かつて拠点を置いていた国際的な書店チェーン、2011年に経営破綻した、過去フォーチュン500に挙げられる企業だったこともあり、アメリカ合衆国では2005年には、バーンズノーブルについで2番目に、大きい書店チェーンであった、書籍、CD、DVD、 定期観光物、ギフトと文房具を販売していた。2006年には、アメリカ国内に約500のボーダーズ店と、ショッピングモール内のテナントとして、約700のボーダーズエキスプレス店及び、ゴォルデンブックス店を経営していた。2011年2月16日、同社は、連邦倒産法第11章の適用を申請した、ことを発表した。ライバル企業のバーンズノーブルは、 同年9月にボーダーズの保有するブランド、サービスを買収することを発表した。連邦倒産法第7章への適用に変更。2011年9月に全店舗の営業を停止し、10月にはウェブサイトもバーンズノーブルへのリダイレクトとなった。ボーダーズの第1号店は1971年に当時ミシガン大学の学生であったトム・ボーダーズと ルイス・ボーダーズ兄弟により、ミシガン州、アナーバーに設立された。ボーダーズグループの本社もアナーバーにあり、ボーダーズの本店もアナーバーのダウンタウンにあった。ボーダーズ兄弟が開発した書籍在庫管理システムは、各店の在庫を地域の状況に合わせ最適化することができる、優れたものであった。同時期に設立された、姉妹会社である、ブックインベントリシステムズ社は、 卸売業者として営業し、兄弟が開発した書籍在庫管理システムも販売を行った。この会社は独立系の書店を中心に営業し、ボーダーズの大規模店の拡大が始まる1990年前半までは、ボーダーズ店舗よりも独立系の書店の方が取引額は多かった。ボーダーズは、k イマートによって1992年に買収された。当時、 ボーダーズのライバルであったウォールデンブックスもその8年前の1984年にケイマートに買収されていたためその後1995年に自社株の買い戻しが実現した際にボーダーズ・ウォールデングループを作ることが実現し後にボーダーズグループと改名された1997年同社はシンガポールに当時現地では最大規模の3万2000平方フィートもの面積を 占める最初の海外店舗を設立した。それ以降、イギリス、アイルランド、オーストラリア、およびニュージーランドで合計40店舗、およびイギリスでブックスエトセトラブランドの店舗を35店舗オープンしている。しかし、イギリス国内での過酷な市場競争にさらされた結果、これら多くのブックスエトセトラ店は今後閉店し、郊外のショッピングパークにある。 大規模なボーダーズ店に置き換えられる予定であった。2006年第3四半期においてシンガポールの店舗はグループ全体の559店舗の中で単位面積あたり最も高い収益を上げた。米国領土内で最も高い利益を上げていたのは改装紙面積を拡張したプエルトリコの店舗であった。2005年4月にボーダーズグループはマレーシアのベルジャヤグループと共同で クアラルンプールに最初のフランチャイズ店を開設した。その店舗は単一の後期で建築されたものとしては世界最大のショッピングセンターであるベルジャヤタイムズスクエアの中にあった。この店舗は6万平方フィートの広さを持つ世界最大のボーダーズ店であると宣伝されていた。その後、マレーシアでの2番目の店をスランゴール州プタリンジャヤに3番目の店を ペナン州のクイーンズベイモールに開店した。これらの店舗は、ボーダーズグループ倒産後も、ブランド使用権を行使し、ベルジャヤグループにより営業継続している。2011年のボーダーズは2006年10月に、アラブ首長国連邦の首都ドバイのモールオブジエミレーツに、フランチャイズ店を開店し、この店舗も2011年の、ボーダーズグループ倒産後も営業中。ボーダーズは、 イギリスの大手、文具、ギフト小売業者であるペイパーチェイスプロダクツ社の株式の大部分を所有しており、自社店舗でそれらの製品を販売していた。2004年にボーダーズは、スターバックスの子会社である、シアトルズベストコーヒーと国内の大型店舗内で、シアトルズベストコーヒーのブランドでカフェを営業することで、合意に達した、ボーダーズのライバル企業であり、アメリカ最大手の書店チェーンである。 バーンズノーブルの大型店舗内では、スターバックス社が、スターバックスのブランドでカフェを営業していた。2007年3月、ボーダーズグループは、保有する、ウォールデンブックスアウトレットの店舗数を次年度までに、約半数の300店まで縮小する計画を発表した。また、同社は、アマゾン .com との販売提携が終了すると発表した。アマゾンはそれまで、 ボーダーズのオンライン販売業務を委託されていたが、2008年にはボーダーズ実写によるウェブ販売サイトが開始されることとなった。2006年にボーダーズは iPod と iPod 関連アクセサリーの販売を中止し、代わりに対抗するデジタルオーディオプレイヤーである Microsoft 製ツネの販売を開始した。ありがとうございます。